はい。皆さん、こんにちは。元気なおじです。今日は2月の3日、日曜日、時刻の方は15時22分です。ぴょ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 はい。そんなわけでね、えー、視聴者投稿になります。えー、こちら、てけてーん。はい。じゃん。はい。レガリアさん。ねえ、やっこー。えー、っとね、レガリアさんね、夢でち S3 プロお値段はおいくらぐらいになるのでしょうかねー。 あまり高いと買えませんが、新 CPU とカメラ性能がすごく興味がありますってことでね。もうレガリアさんはね、もうあの S3 Pro 行く気ままだもんね。本当ね。で、ね、まあそこにね、えっと、甘江さん、ね、子供さんがね、えっと、値段はどうしても上がると思うのでコスパは微妙な気がしますねっていうね。うん、まあそんなあの、レシがついてるんだけども、 まあ大体あのどれぐらいの値段になるんだろうということでまあなんとなくというか実際問題、ねあの情報は出てるよね、今現在どうなっているのかというと,えっとまあネットの情報を1月31日を見るとね夢デジによると S3Pro を2月18日にまあ発表する予定があることがわかります。これはまあ昨日おじいね情報出したけどもね でまあ、現在はあの、まあ、クラウドファンディングサイトで購入支援が可能になっていますということで、まあ、一,般は一般販売価格よりも安い30%オフの約2万9000円となっており3月から順次発送予定ということですっていう、ね、えということでここはまあ今現在30%オフね、えー、とジャパニーズ円にしてこれね 二万九千三百三十八円ということになります。で、まあ、このお値段なんだけれどもね、じゃあ、約二万九千円ね、よいしょと電卓持ってきて、じゃあ、えっとね、二万九千円ね、これをね、これが七十パーセントってことだからね、写真配引きだから、じゃあ、70で割ると、はい、えっと、こうなるよね。 えー、かけるかける100ははいそうするとねお値段が出てきました4万1428円ね、まあ、だいたいねあのー、4万1428円、まあ、約4万2000円ぐらいかな、ねまあ、通常の値段は4万2000円ぐらい、まあ、おそらく それぐらいいじゃないかなかと、まあ、日本に行くと多分4万5,000円前後ぐらいの値段位置づけっていうのが濃厚だよね4万2800円から4万4800円ぐらいがアマゾンでの販売価格がそれぐらいになるんじゃないかなと思うんだけどもあの皆さんご存知のようにねあのお値段の方結構ねコロ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 してねあの結構下げるんで。 ね、で、まあ、予約の状態だとちょっと値段下げるんでおそらく3万3 9くらいで通常出してもね買えるんじゃないかなっていう、まあ、そんな気がするよねでどの道でね2万9000円で、あのー、このクラウドファイティングサイトでね購入支援ができる30%オフができるっていうことはまあ3万円台半ばくらいであの勝負していかないと。 あの他のところがね徹底的に潰すことができないなって考えると勝負してくる可能性もあるんじゃないかなって思うんだよね。4万あのこの計算でいくと大体いい4万2千円でもそれ、海外の価格でアマゾンの値段というのがだいたいた日本に入ってきたらどれぐらい上がるかなその時のレートでなって F1 の時に言ってたんだけど実際に海外で売ってる値段よりもちょっと若干安かったでしょ。ね、でそれを考えるとだいたいねあのー シャンキュッパぐらいで、まあに日本の感覚ないからね、800円とか一緒の端数つけるあれがないと思うから、なんでどうかわかんないけど、でもたいね、あのー、シャンキュッパがサマーセ800円ぐらいで出すような気がするよね。なんとなくね、4枚切ったお値段で、だいぶちょっとこう、あのー、勝負してくるような気がするけどもね。んでさ、まあこれ、よいしょ、いろんな情報を見てると、 えっとね。あどっか行っちゃったかなあ。どっか行っちゃった。ああ、残念。用意しといた情報がどっか行っちゃった。で <laughs>、ね、まあいいや。じゃあのここの記事とかね。まあ、その上の情報があるんだけども、えー、っとね。このまあ、今回ソニーのセンサーがね。えー 搭載されるよっていうことで,でものすごいきめ細かに撮れるんだよっていうねあの望遠で撮った船の,あ,のあれもねすごい攻めとれるよっていうねこの IMX586 が搭載されたねえー、っとこのカメラねこれが5万円を超える機種だったことを考えると、ね、48メガピクシルでのねえー、っと 48メガピクセルでの撮影体験ができる SD Pro はカメラだけついていれば非常にお得な機種だと言えますてことだよね。カメラ自体がね、うん、と5万を超えてるっていうことなんで、まあ、そんな精査できれいにもし撮れるものが搭載したスマホの機能があるわけだから、普通に考えるとあの6万円、7万円してもおかしくないよねっていうね、そんな感じだよ、ね。それでさ、 うんとだからこそ、まあ、コスパがいいんだよねって感じでえー、とねこれだよねこれねこのファーウェイ、ねえー、とこのファーウェイが同じそのソニーのセンサーを搭載してであの5万円を超えてたっていうね超えてるっていうねまああのー、こことの比較になるんだねこれがね48万,万ピクセルね FC が1.8、ね あれ f c 1 8だっけか1.7じゃなかった違った、うん、あれおじいの記憶違いかな、うん、えっ、ー、とこれ f c 1 7だと思ったけど1.8だったんだこれね、うん、あそれは違うのかなセンサーとまたあと違うのかな練習だもんね、うん、違うのかな分かんないけど じゃああカメラ詳しくないからさ、まあ、そんなところでね、あのファーウェイのライバル機種、カメラ性能で見ると、相手は5万円を超えている、ねで、この日本円で換算すると、4万2000円ぐらいだよね、30%オフ,オフで2万9000円だから、それを100%にすると、4万1500円ぐらいだからね、まあ、約4万2000円ぐらい、ね。うん ではないかなっていうね。まあ、ちょっと値段高く見たとしても4万5千円で円で収まる傾斜になるよね。そうすると、ライバルのファーウェイに比べたら、あのーまあ、全然安いってことになるよね。うん、これがね。おそらくね、日本円で販売している時にファーウェイの同等機種と比べて1万円ぐらいは差つけないと、あのー、勝負にならないよね。どこまであのプライド高くブランドとしてやっていくかってことを考えると、 うん、やっぱり勝負に勝たなきゃなんないというのと、あとどうせこれもね、SC プロも技的申請予定でしばらく引っ張るでしょ。で、ファーウェイの場合は技的を取ってから販売するんでしょ。だからそこのところの違いもあるから、まあその値段の差を考えてみると、そうだよね。結局、ファーウェイが5万円だとしたら、イメデジはね、十分、 4万円で出してトんトん同じぐらいだよね、大体ね。1万円の差がついたとしても、別に不思議ではないね。そこにいろんな利益とかね、いろんなものを、を、まあ、軽くりがあるとして、差が出てくるとして、うんまあ、結局、もうちょっと安くいくんだろうね。安くすることは可能だよね。あの安くして、ダーンってやってる弓でしなんでね、今のところね。だから、4万円はあの切らないとうまみがないかなって感じはね。 ッパだったらみんなあの飛びつくでしょうこれがね3万5千円からどれぐらいまでが許容範囲なんだろうね本当、うん、でもソニーの同じセンサー搭載いるファーウェイは5万超え0 0、ねうん、じゃあ夢デジだったらどれぐらい出すのっていうねそこでしょ、ねうん、おじいだったらねいくらまでだったらあの買えるかなって言った そうだねやっぱ、片落ちになって3万円、3万円ぐらいだっ3万円超えちゃうとね、実際やっぱね、厳しいよ、本当ね。うんあの。iPhone にね、15万円、20万円出す人も、おじい、信じられないもん、本当に。で、あの1万円以下のものをね、ずっと点々とね、あのー、頑張って、何年かおきくにパンパンパンってね、 あの買いてきたおじいにしてみたらねあの、もうなんかこう、あんまり恩恵が少なかったんでね、うんまあ、安くて端末がれるって持てるっていうのは良かったんだけど、うんまあ、何を目的で使うか、電話として使うのか、それともあのアプリを動かす、ね、要は本体として使いたいのか、ね、あの何なんだろうって、要はデジカメプラス、あのアプリを動かしたいんでしょ、スマホってね、電話はなんか別にどうでもいいわけでしょ。 そう考えるとあのどれだけいいものを長く使えるかっていうところと新しいもの好き、使い捨てでそのお金を出すんだったら3分の1ぐらい安いものを使い捨てで新機種、新機種、新機種でパンパンパンってほどほどのものを乗り換えていくかもうこれ、人それぞれだよね。どれぐらいのものに価値を出せるかっていうのはあの人それぞれだよね。で元気なおじいとしてはね、この S3 プロね。 あの4万円っていうと、ちょっとね、欲しの中ではね、ちょっとね、ちょ,ちょっとそこまで出せねえなっていうのが、まあ、ぶっちゃけあるよね、うんまあ。なぜならば、カメラでそこまで撮りたいものがどんだけあるのって考えた場合、今、これ、V360MS があるんで、これで何も困らないでね、あのマクロ撮影もできるし、まああの、動画撮るのはやっぱ動画撮るんで任せるのがいいんだよ、結局ね。そういう考えがあるんで。 まあ、3万円だよね。うん、3万円。アマゾンの販売で値段が下がって片押しでもいいからね。まあ、2キパぐらいになった時が狙い目なんじゃないかなって思うよね。ほんとね。おじい的にはだよ。ねでも、こういう弓ジ状商品を狙ってる人だったら、発売と同時にガーって 買わないと、そのサイクルのその寿命が短いっていうか、新製品で気持ちいい状態で、うわーって感動しながら使っていられる、その優越感を味わえる時間が短いから、時間が経てば経つほどそこがなくなっちゃうわけだから、やっぱりもうどうしてはもう予約組で買っちゃった方がいいっていうね。そう考えると、あれなんだね、このあのー、あのー クラウドファイティングスタウトでね、2万9000何ぼで買えるんだったら、そこで申し込んで買っちゃった方がいいような気がするよね。ほんとね。3万円だったら、だって文句なしで安いでしょ。あの、同じセンサー積んだファーウェイが5万円超えてることを思えば、3万円で買えちゃう時代がめちゃめちゃ安いわけだからね。びっくりするから安いんだから、うん、おじいは、あのー、そうだね、そのクラウドファイティングスタウトで2万9000ってやつね。これが 狙い目だと思うよ。30%が高いからね、その <laughs> 30%が1枚ぐらいいっちゃうわけだから、それは高いよね、ほんとね。うん、そういうことです。ね。いかがでしょうか。ね、これ計,算計算方式、おじ間違ってるかなちょっと待って、おじあんまり自信ないんだよ。4万円なんてそんなにいっちゃうのかなおじ確かね、そん これ何ドルだっけな2万9000円でだって70%もう一回計算し直してみるよ2万9000円割る7あっちょっと待っておかしくなってた割る7やったらおかしくなってたおかしいじゃん二万九千円 割る7は4142円だ。やっぱりそうだよね。やっぱりそうだよね。やっぱそうだよね。41420円だよね。そうだよね。うん。そうだね。この差は大きいよ。やっぱり、うん。1万円の差は大きいよね。うん、さあ。 レガレさんね S3 プロ1枚の差があるんだったらクラウドファイティングサイトで購入するんでしょうかねうん悩ましいね本当ねでその後にえー、っとえー、っとね S3 プロのあとが Z3 ではね Z3、Z3 の情報どこだっけな ?Z3 と z 3プロだよね。えっ、ー、と、そうなんであるんだよ、ね。で、それがまた控えてるんで、うん、そっちもすごいことだよね。っ、うんと,うん、と、もう s 3プロがある程度バーって浸透した頃に次は Z3 だからね。z、うん、3プロだからね。それがガーッとあの出た頃に、 S3 が安そしたらあの、もうその頃も今の s 3プロと同じぐらいの値段で F1 が買えるかもしれないっていうね。<laughs> もうどん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 値段が安くなっていってくれればいいんだけどね。だ結局ねあの、悩んでるといつまでたっても買えないんだよ。パソコンでも何でもみんなそうなんだよね。なんでもそうなんだよ。もう悩んでると買えない。もう欲しいなと思った時が買いの時期なんだよ。これね。何事もそうなんだよね。 さあ、レガリアさんね、ねおじいは、ね、レガリアさんの判断をね、本当、気長に楽しみに待っております。ね、<laughs> レガリアさんも本当に好きだね、本当ね。おじいもね、大好きなんだけどね、でも、あの SD プロをね、もうちょっと、あの、誓い込んでいかないとね。うん、いや、本当、おじいもね、楽しいよ、この世界は楽しいよ。 本当にでただみんなは使いこなしてるおじいは使いこなせない、ね、でみんなは電話で使うおじいは電話で使わない、ね、本当そこだからね。うん だいたいあのおじいの予測でなくても今なら2万9千円ちょっとで買える3万で買えるんだね今だったらねで日本に入っているからまあ4万ちょっと超えるんだろうねっていうそれぐらいだよね日本のアマゾンで売るときには4万2800円から4万4800円の間だと思うよなんとなくねおじいのよでこれがまたねあのー、ファの、あのーメイのライバル騎士と 同じにしてくれることは絶対ないと思うよ、安くしないと。どう考えたっておかしいし、議的は後申請だし、絶対にね。うん、で、当主予定だから、あくまでもね、議的取得予定だからね、予定は見て、ね、モナ w i フ f i の1月の末に発表予定と同じね、予定は見て、ただ予定するのはいくらでも言える、ね、それを実行するか,どうかがそこの問題だからね。<laughs> はいそんなわけでね終わりましょう。レガリアさんね、ね良い選択をしましょう、ね。レガリアさんだったらもうガンガン会社でしょう。私、ね、マジ期待してるね。じゃあねまたねー。バイバーイイ